当にこれ手がかりになるのかな。もうちょっと分かりやすい情報が欲しいな。それ。そう。なんだ、余裕余裕。くれ。ちょ、そこだ。せーか、連続よ。やっ、はっ、届いた。当然の結果よ。ザクザクッと、それ、ザクザクッと。美味しそうな食材が手に入った。少しもらっても大丈夫かな。とりゃよ。さっさと片付けちまうが。くれ。ちょ、そこだ。せーか、そこ連続よ。やっ、はっ、届いて。くれ。ちょ、せーか、連続よ。そこ。ライザ、力を見せろ。届く。当然の結果よ。この手がかりからどんなことがわかるかな。届いて。どんな相手でも油断は禁物です。そこ、やっ、くれ、はっ、届いて。そこだ。せーか、楽勝楽勝。さ、早く進もう。やった、手がかり発見。
どんな相手でも油断は禁物です。くれっ、そこそこだ、やっはっ、届いて、た連続よ、くれっ、そこ、やっ、せーの、ライザ力を見せろ、ライザさんお願いします、とそこそこだ、せーの、楽勝楽勝、さ早く進もう。そこ、届いて、どういう意味かな。推理の準備っと。どこに行きますか。よし、違うな、これじゃ奇抜すぎる。かといってこっちのは豪華ではあるけれど美しさが足りない。どうしたものかな。それって金細工コンテストの？どういう作品にするか全然決まってないの？いや、大体の方向性は決まってるんだ。今は細かい部分をちょっとね。あ、それ作品の考案図？ちょっと見てみていい？なあ、構わないよ。まだ全然書けてないものだけど。うわ、これちょっと部品多くない？金細工は細かい部品の寄せ集めだからね。凝ったものを作ろうとするとそうなっちゃうさ。すごく小さいのがこんなにたくさん。これ作るの大変そう。目と指の疲労が恐ろしいことになるんじゃないかな。だね。でもちょっと楽しそう。そうなんだよな、絶対辛い思いするって分かってるのに。自分の思い描いたものが少しずつ形になっていくのを見てると楽しくなっちゃうんだよな。苦労しないで作れるのが一番だけど、それはそれで物足りなく感じそうだし。ものづくりをする人間の悲しいさがってことかな。どこに行くの？よーし、よーし、どんな依頼があるかな。これならすぐに報告できそう。これならすぐに報告。報告できるね。これなら。これならすぐに報告。すぐに報告できるね。
どこか行きてえのか。よし。どうぞ、空いてますよ。お邪魔するよ。あ、ロミーさん、遊びに来てくれたんですか。いやいや、今日は頑張ってくれてるライザを褒めに来たのよ。いやー、ロミーさん、島で会った時からライザはすごい子だってずーっと思ってたけど、まさかこんなにすごい子だったとは思わなかったわ。ありがとうございます。でも何を褒めてくれてるんですか。商人からの依頼をたくさん受けてくれたことよ。本当、おかげでいろんな商人が助けられてるわ。ああ、でも商人の依頼は人気あるから、私だけそんなお礼言われることじゃないよな。まあ確かに冒険者からの人気は高いね。報酬も悪くないし。けど冒険者って基本的に気まぐれな人間だから、依頼を出すのってかなりの賭けなのよ。依頼を途中で放棄するやつなんか珍しくないし、そうならないように契約をしていたやつがしばらく冒険に行くって言ったままそれきりなんてこともよくある話だからね。そうなんだ。依頼を出す方にもそんな悩みがあるんだね。まあね、ほんと報告なしの途中放棄とか最悪中の最悪なわけよ。その点ライザはこの町に暮らしてるし、なおかつどんな依頼でも完璧にこなしてくれるでしょ。商人の中にはライザのことを空剣島から来た商売の守り神だなんて言う人もいるくらいよ。商人さんたちってそういうところノリが良くて面白いですよね。でも私も依頼を出した人たちが喜んでくれてるのを知れて嬉しいな。これからもじゃんじゃん商人からの依頼が入ると思うけど、なるべく受けてもらえるとありがたいかな。あ、でももし私の出した依頼と被っちゃった時は、付き合いの長い私の方を優先してね。何にしようかな。どこに入れようかな。何をしようか悩んじゃうな。入れる場所は、さあ何を入れよう。すごいのできちゃうかも。お、いい感じかも。お、いい感じかも。何入れよっかな。お、いい感じかも。さあ何を入れよう。新しいものができちゃいそう。どれにしようかな。これでどうだ。いっけー、やった、できた。
どれがいいかな。どのくらい作ろうかな。いっけー。何にしようかな。入れる場所は何入れよっかな。いろいろやってみたいな。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。さあ、何を入れよう。入れてから考えるのもありかな。すごいのできちゃうかも。お、いい感じかも。何入れよっかな。何をしようか悩んじゃうな。入れる場所は入れる場所は。すごいのできちゃうかも。さあ、何を入れよう。何入れよっかな。いろいろやってみたいな。いろいろやってみたいな。どれもよくて悩んじゃうな。これでどうだ。いい感じ。さすが私。よし、こんなもんかな。ウィーウィーどうかな。結構よくできたと思うんだけど。多分魔石界と同じかちょっと多めくらいの魔力は抽出できたと思うし、早速あの不思議なつぼみのところに持って行ってみよう。何作っちゃおうかな。入れる場所は。
ねえ、どこに行くのさ。よし。おい、ライザー。まあ、ボス？ったく、もういい大人だってのに、相変わらず騒がしいやつだ。そうさせたのはボスでしょ、まったく。それで、何しに来たのよ。用事というほどのことでもないんだが、お前学生の依頼をよく受けてるだろう。学生の依頼？まあ確かに受けてるけど、それがどうしたのよ。お前、男子学生の間でかなり人気者になってるぞ。え、どういうことよそれ。この町の学生は勉強熱心なやつが多くてな、勉強に没頭したいがために依頼を出すやつが多いんだ。そしてその依頼を最も多く受けているのがお前でな。それに今までは依頼を受けるのは基本的に男が多くて、ライザくらいの年の女性は少ないんだ。そこも男子学生からの人気の理由の一つだろうな。男子学生に人気なんだ。なんかちょっと照れちゃうかも。ふん、どうせ浮かれやがってとか思って呆れてるんでしょ。浮かれてもいいんじゃねえか。学生の本分は勉強だ。その本分に集中するための協力をお前はしたんだ。感謝されているのも慕われているのもお前が行動した結果によるものだ。同じ島の人間として俺も誇らしい気持ちだからな。何よそれ。いつもは絶対そんなこと言わないくせに。努力と行動による結果をあざける趣味はないからな。認めてくれるみたいだし、一応お礼とか。ありがな。ライザは島で教師をやってるんだから、学生のために頑張るのは当然のことなんだがな。あんまり浮かれてねえで、これからも学生のためにしっかり頑張れよ。じゃあな。一言余計よ、ボスのバカ。どこか行きてえのか。よし。邪魔するぜ。いらっしゃい。珍しいね、クリフォードさんがアトリエに来るなんて。うん、話しておいた方がいいかと思ってな。俺がこのオートに来たのは、あるお宝を手に入れるためなんだ。そのお宝ってのは、どんな鍵や仕掛けでも簡単に解除できるようになるものらしくてな。俺みたいなトレジャーハンターが狙うにはぴったりだと思わねえか。なんか魔法みたいな道具だね。だな。さすがはクリント王国の錬金術師が作っただけのことはあるぜ。クリント王国時代の錬金術師が？それ本当なの？本当さ。この前俺が読んでた本覚えてるか。あれを書いたトレジャーハンターがしっかり書いてんだよ。王都を拠点にしていた時、クリント王国の錬金術師が作った遺物を発見したってな。見つけたってことは、持ち帰ってどこかに保管してあるんじゃないの？それがな、なぜかはわからねえが、そのお宝を持ち帰っては来なかったんだ。なのにお宝の話を書いたもんだから、そいつは嘘つき呼ばわりされちまってな。
でもクリフォードさんは信じてるんだ。まあな、嘘つきの話を信じるやつは嘘つきなんて言われて、ガキの頃はずっとのけものにされちまったが。そんなひどい。人を信じられねえダセえ奴らなんぞ俺の方から願い下げだせ。まあとにかく俺はそのトレジャーハンターが見つけたお宝を探してるってわけさ。そいつも俺も嘘つきなんかじゃねえ、それを証明したくてな。いけないいけねえ、思い出話で愚痴っちまった。クリフォードさん。なんだ。その宝物絶対見つけよう。それでクリフォードさんたちが嘘つきじゃないってことみんなに証明しよう。ああ当然だ、絶対見つけてやるぜ。どこか行きてえのか。よし。あれ確かあったと思ったのに。ライザーどうしたの。はあ、調合に必要な材料切らしちゃってたみたい。たくさんあったはずなんだけどな。すぐに必要なんですか。今すぐってわけじゃないけど、よく使うからないと困るかも。二人ともごめん、材料取りに行くのを手伝って。もちろん手伝うよ。まったく仕方ないですね。うう、二人とも優しいな。こんなものかな。ライザ、必要なのってこれくらいで。ようやく違いが分かったわ。つまりこっちの葉っぱが材料になるんですね。そうそう、虫食いのでも大丈夫だから。どうせ薬にしたら元の形わからないし。自分の口に入ることを考えると、それだけは絶対に却下します。ライザ、なんだか楽しそう。パトリツィアさんが可愛いのかな。って私ったら何考えてるの。クラウディア、何か言った。ちょっと自己嫌悪しちゃって。え、なんで。ううん、なんでもない。それより見て、必要なのってこれだよね。あ、すごいたくさん。これだけあればしばらくは安心できるよ。その油断が今回のような事態につながったことを忘れないでくださいね。はい二人とも本当にありがとう。お手伝いできてよかった。調査ノートの補充はできてる。今日もたくさん調べるぞ。どこか行きてえのか。よーし。とりゃー、よーいしょ。
って思った。取れたよね。みんな気をつけて。くれ。ちょ、そこだ。せーた、連続よ。やっ、はっ、届いて。くれ。ちょ、そこだ。そこ。ライザ、せーた、力を見せろ。連続よ。届いて。ちょ、そこだ。ライザさん、お願いします。そこ、そこ。やっ、くれ。任せてください。援護は任せな。ライザ、お願いします。力を見せろ。そこ、ちょ、そこ、そこ、届いて。楽勝楽勝。さ、早く進もう。もっと経験を積めってことか。ちょっとは成長できたかな。ザクザクっと。
よーいしょよーいしょ、とりゃーとりゃーよーいしょ。どこに行きますか？ここならのんびり行けそう。こんなところに遺跡があったなんて、よく見つけられたね。糸を集めるのも慣れたものよ。くるくるくるっと。
何か買う。これでいいかな。ありがとね。いやいや、これ以上は持てない。また見に。どこに行きますか。よーし。どの依頼にしよう。これならすぐに報告で。これならす。すぐに報告できるね。これならすぐに報告できそう。すぐに報告で。これならすぐに。ねえ、どこに行くのさ。よーし、行く。どこに行きますか。ここならのんびり行けそう。今日は新しい何かに出会えるかも。なんだ、余裕余裕。くらえ。ちょ、そこだ。正解。連続よ。やっはっ。くらえ。届いて。ちょ、そこだ。ライザー。正解。力を見せろ。連続よ。くらえ。楽勝楽勝。さあ、早く進もう。俺一人でも十分かな。くらえ。ちょ、そこだ。正解。連続よ。やっはっ。届いて。ちょ、そこだ。正解。連続よ。ライザー。そこ。力を見。やっはっ。届いて。ちょ、そこだ。ライザー。正解。お願いします。連続よ。くらえ。そこ。やっちょはっ。届いて。そこだ。正解。連続よ。はっ。楽勝楽勝。さあ早く進もう。
どこに行くの？よし、